ハワイ定吉は、日本の社会運動家、著述家である。21世紀になって公開された資料により、第二次世界大戦後は連合国軍、最高司令官総司令部参謀、第2部のエージェントとなっていたことが判明している。岐阜県大垣出身。1925年明治大学専門部、政治経済科卒業。1928年中国にわたり、 上海で日市闘争同盟を組織した。1931年春、同盟の会合に出席した際、満鉄調査部上海満鉄工所の小松茂雄の紹介で尾崎秀美と出会う、リハルト・ゾルゲとも知り合い、コミンテルンの情報活動に参加した。1941年10月22日、ゾルゲ事件で検挙され、後懲役10年の判決が下された。 河合は宮城刑務所で服役した。1945年10月10日、GHQ の政治犯釈放指令により釈放。出国後著述活動に専念した。1948年10月、関、住民の失明で、戦にこした人々、尾崎秀美とゾルゲを雑誌、民衆の共に発表。翌11月、尾崎秀美のイボテ崎秀樹らと、 尾崎ゾルゲ事件真相究明会を発足させた。河合は、著書などにおいて、伊藤氏が事件発覚の端緒であることを指示し補強する証言を行った。その後、晩年に至るまで、ゾルゲ事件の意気証人として、事件についての著書、ある革命家の回想を二度にわたって、出版社を変えて刊行した。木下順次が、 ゾルゲ事件を題材に執筆した疑曲、オットーと呼ばれる日本人は、河合の改造をベースにしたものであった。その他にも、ゾルゲ事件関係やアジア革命に関する著作を残した。1981年7月31日、直腸癌のため東京都府中市の病院で死去。2000年にアメリカで成立した日本帝国政府情報公開法に基づき、 2007年にアメリカ国立公文書記録管理局が機密解除した資料によって、河合が GHQ 参謀を第2部のエージェントとなっていたことが明らかになった。この文書を発掘、解読した加藤哲郎によると、その内容は以下の通りである。チャールズ・ウィロビー率いる G に及び民間情報局は日本でゾルゲ事件の調査を行い、中国革命に 好意的なジャーナリストを告発する赤狩りの一環として、アグネススメドレーとゾルゲとの関係を探っていた。河合に対する CIS の内定は1947年9月には始まっていた。1949年2月10日、アメリカ陸軍省はウィロビーが指揮した調査に基づく、ゾルゲ事件の報告書、ウィロビー報告を発表し、この中でスメドレーを関係者として記述したが、 直後に、スメドレーからの抗議により、手違いとして2月27日に報告書は、陸軍長官により撤回となる。スメドレーからの抗議があった、直後の2月16日、CIS の文書課長であったポール・ラッシュ中佐により、河合は尋問を受けた。そこで、河合は、上海時代のスメドレーが、ゾルゲの情報団メンバーであったと証言した。この尋問の最後に、ラッシュは、 河合と共に一枚の写真に収まったが、これは尋問を受けた証拠として、河合の寝返りを防ぐことが目的であった。CIS は河合の証言に価値を認め、保護下に置くことを決める。河合の警護は、米軍と日本の警察が担当することとなり、警視総監、田中栄一の面会を受けるが、その際に河合は、伊藤忠氏は、共産党の裏切り者で、 尾崎の公主刑に責任があり、自分は伊藤の破滅のために働きたいと述べた。その後の尋問でも、河合は、尾崎ゾルゲ事件真相究明会や日本共産党の内情を伊藤を貶める形で伝えた上、ゾルゲ事件を利用した共産党格乱工作まで提案した。CIS は、共産党情報を伝えたことに対して1万円の報酬を支給した後、 1949年4月には、河合に月2回の報告を義務付け、報酬として2万円とタバコを支給することを決定し、河合はエージェントとなった。河合がこうした行動に出た背景として、小崎、ゾルゲ事件真相究明会に対して、共産党が冷淡な態度を示したことへの不満、スメドレーについての証言だけでは米軍に対する価値が低くなるという危惧があった点を、 加藤は記している。しかし、アメリカが本格的に日本共産党への工作を開始し、さらにコミンフォルムの批判によって共産党が分裂状態に陥ると G2 にとって、河合の利用価値はほとんどなくなり、ただ、スメドレーの追求に使えるというだけの存在となっていた。このため、1950年2月には報酬を1万円に引き下げられるが、 スメドレーは1950年5月に休止、1951年9月で、河合への報酬は打ち切られた。この時期の河合は、米軍厚木基地で CIA に対して、中国についての講師を務めていたとされる。河合が受け取っていた、報酬2万円は、1949年当時の大卒初任給の6倍以上という金額であったが、 加藤は、ラストロボフ事件や C ・ージのケースと比較して、破格の VIP タイグルではなく、いわば凡庸な平均的スパイの報酬と述べている。前期とも関係するが、1953年に出版した自伝、ある革命家の改装について、事実との相違が多数指摘されているほか、ゾルゲ事件摘発後に、河合の供述により検挙された、中教庁放団事件について、 供述は特別高等警察の作為に沿った虚偽で関係者は冤罪であったとされている。河合の証言に依存する形で松本清張や尾崎秀樹によって広められたゾルゲ事件検挙の端緒は当局のスパイである伊藤忠の供述という説は河合愛党、松本の没後に渡辺と地下が捜査、裁判資料の洗い直しなどによって成り立たないことを示し、 さらに河合の証言が、米軍情報機関のエージェントとして、伊藤を布告する意図を持っていたと確認されたことで、根拠を完全に失った。松本清張が伊藤正しスパイ説を記した、日本の黒い霧について、発行元の文芸春秋は、伊藤の遺族と渡辺らの抗議を受け、2013年に松本の記述を訂正する注釈を入れることとなった。ありがとうございます。